皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。フリーアナウンサー、宮根誠司が17日、MC を務めるフジテレビミスター・サンデーに生出演。この日、投開票が行われた兵庫県知事選の結果を受け、個人的意見と前置きした上で、大手メディアの敗北と語った。写真、SNS の広がり感じたと斎藤締めは真っ赤少しあつれてほほほっそり。 前知事の斎藤元彦氏が当選確実となったことを受け、番組では SNS の影響を指摘。宮根は、SNS の中にはファクト、事実じゃないものもあるんですけど、それをこれからどうやって判断していくかもあると今後の課題に触れた。前明石市長の泉房星氏は、オールドメディア、テレビを含むマスコミへの不信感がすっごい根強いと思います。ただ SNS だって本当かどうかもわからないんですけど、その中で主者選択しながら判断していて、どちらかというよりも、テレビよりも SNS を信用する方が増えてきていると分析した。さらに、ミヤネはいわゆる我々のテレビ、新聞社、大手メディアは平等性、ファクトチェック、事実の確認や裏取り、プライバシーの問題など、いろいろ考えながら報道する。一方で SNS は、そういうものをぴょんと飛び越えちゃうところがある。今回、私、個人が思うのが、ある意味で、大手メディアの敗北ですよとコメント。泉氏も、斎藤さんの勝利であると同時に、ネットの勝利、テレビ含めるオールドメディアの敗北の面が強いと思うと語った。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。